はい、木津市の安田湯田郡山城プールにやってきました。ここの駐車場は木津市が管理してるからね、止めてくださいって。ここで津波大塚山古墳やけどね、今日来たんやけど途中まで車で行ってね、あまりの狭さに止めるとこないしね、電話して聞いてみたらね、ここで止めてくださいと。ちょっと1キロぐらいある言うはったけど、そんなないかもしれんけどね。ちょっと歩きましょう。1953年に JR、 昔のね、国鉄やけどね、国鉄の時代に工事するときにね、石棺が出てきたらしいんでね、そこからいろいろ調査されたんだけどね、新自由橋、三角新自由橋っていうのかな、あれが何枚か行方不明やで。ああ、JR 通ってますよ。あそこにね、JR が。近いよ。あら。あ、これまっすぐこれ抜けそうやけどね、これ行ってみよう。行けるかな。綺麗な花がいっぱいでございます。いやー、綺麗な花や。駆け上がったけど、非常に狭い道で、もう U ターン吹かないぐらいの道でしたんでね、どうやろうどうやろう行ってみましょう。坂道上がってね、これ左やな、左行こうか。やっぱ暑いね。JR どこ通ってるのね。あらあら、車が通ってる。役場の人ね、市役所の人ね、おもろくて言ったね。道の広いところ止めてもいいって言わなく言ったけどね。あれ？これわからんな。おお、ハスの花だ。ああ、道がありませんわ、これ。ちょっと行ってみようか。お、来ました、来ました。これ。いやー、これいけそうねえな、これどうなんだろうね。いやー、なかなかいい石垣が。おお、大塚山こう見当たらんね。ああ、これか。これはどうもね、行けそうないね。うち行ってくだろうか。ね、これが通ってるから、これくらい行ったらやね。こっちやね、やっぱり。こっち方面やな。やっぱり75歩いた方が早かったかもしれんな、これ。間違えました、道は。これを皆さんに案内するときは、75をね、北進の方が早いですよ、これ。こんなふろふろしてもね。ここはこんな感じだね。いや、こっちは全然帰ってないわ。天気予報言うからね、朝から明日かに飛び石まで行ったんやけどね、飛び石ちょっとね、先客いらっしゃったんでちょっと時間かかったんだけどね。阿弥陀寺なんて読むんだろうね、看板がなかなか出てこないんでね。じゃあな、看板が
お、そう、看板が流れ、さっき車で入れたところまで行って、ほんまに見当たらないわ。ないね、どう見たかにね。行けそうでないわ。これどうやろう、この道。これ。これ。まだこっちでいいぞ、な。0.300。なかなか石垣がね、この石何石なんだろうね。ああ、上の登山の錆がついてたんやわ。ってことはやっぱまだこれ左やろな。その方が無難だろう。あれ、なんか誰も言ってたけど、上に建物出てるからね、中がもう乾燥してボロボロになってるからね、あれも全然開きませんね、言うて。あ、先ほどここ来たんや。ここに順路、この椅子とっとね、ここに来たんだよね。お、当てた当てた。これどういうことなのかな。これ前方部なんだろう、じゃあ。おそらくね、あくまで立ってるけどね。